て。あとは決勝だけど、相変わらず何の手がかりもないのよね。レッド、あんたなんか知らない？うん、知らない！自信満々に言わないでよね。まあ、期待はしてなかったけど。困りましたね。決勝さえ見つかれば、Kさんから情報がもらえるのに。すまない。聞こえてしまったんだが、君たち、決勝を探しているのかい？そうですけど、どちら様ですか？私は、この町の防衛隊の者だ。決勝なら、以前仕事で行ったダンジョンで見たことがあるんだけど。本当ですか？教えてください。お願いします。落ち着いて。教えてあげる代わりに一つ頼みたい仕事があるんだけど、どうかな？交換条件ってわけ？なんか嫌なやつの顔を思い出すわね。やります、何でもやります。よかった、助かるよ。それじゃあ、リビートリゾートってところにいるモンスターを退治してきてもらえないかな？どうにも私たちでは手に負えない相手でね、困っていたんだ。そういう面白そうな仕事なら、私たちに任せてよ。すぐに退治してきます。帰ってきたら情報よろしくお願いしますね。こちらこそ、よろしく頼むよ。あんな感じでよろしかったので？うん、少しは疑ってくるかと思ったけど、意外と単純だったね。あるいはそれだけ切羽詰まってるのかな。こんな回りくどいことをせず、素直に教えて差し上げればよろしいのに。一方的な妥協はフェアなビジネスではないよ。とはいえ、材料がないと困るのはこちらも同じ。ま、強いて問題点を挙げるなら、あの子にも同じ情報を渡してしまったことかな。ここに行くんだね。えい！ないでしょ。女神の力で装着か。私たち決まった。どんどん強くやり、もっともっと強くなる。よーし、お仕事終了。思ったより早く済みましたね。早く町に戻って報告しましょう。うわ、でっかいネズミ。そんなのほっときなさいよ。ダメです、怪我してるのにかわいそうですよ。ネズミさん、今直してあげますからね。キュッキュー。目が覚めたですか、ネズミさん。キュッ。ネズミさん、お名前は何というですか？私はコンパです。よろしくお願いしますね。コンパちゃん、コンパちゃん、キュー。あ、どこに行くですか、ネズミさん。あのネズミ、喋ってましたね。喋ってたわね。モンスターか何かだったのかしら。まあいいわ、コンパも気が済んだでしょ。行くわよ。ネズミさん。
じさん？私はまだ20代で。おじさんには興味ないからどっちでもいいの。情報情報。ああ私が結晶を見たのはセプテントリゾートという場所だ。おそらくそこに住むテコンキャットが落としたものだと思う。セプテントリゾートですね。ありがとうございます。私の番ね。弱い。私の番だね。楽勝。えい。いた。あれが効いてたモンスターよ。あれを倒せば
ゲームキャラの情報がもらえる。よし、見つけたわ。さあ、とっとと結晶を落としなさい。は？ん？うわあ、ネプギオ？ユニちゃん、ユニちゃんも結晶を探しに？そうだけど、なんであんたが？そうじゃなくて、この間は、いきなり謝るのも、だいたい急に出てくるから心の準備が。よかった。ずっと気になってたの。あんな別れ方しちゃったから。ユニちゃんもケイさんに頼まれたんだよね。だったら私たちと一緒にモンスターを倒して。勝手に話進めないでよ。私、あんたに言うことがあって。一度しか言わないからよく聞いて。ユニちゃんと一緒なら心強いよ。結晶落とすといいね。だから勝手に進めるなって。だーもういい。あんたには結晶は渡さないわ。え、なんでそんな意地悪言うの？まだ私のこと怒ってるの？うるさいうるさい。渡さないったら渡さないの。そう決めたの。ひどいよ。だったら私もユニちゃんにはあげないもん。何よ、怒ったの？いい度胸じゃない。実力行使でもしてみる。まったく、敵を前にして何やってんのよ。すみません、もう少し待ってもらえるですか？で、仲間割れしてんのかよ、あいつら。ひょっとして、またと寝ちゃうすか？今なら女神候補生をまとめてぶっ潰せるぜ。どこかに手頃なモンスターは、いるじゃねえか。ねえねえ、こいつまだ倒しちゃダメなの？好きにやらせときましょう。いつまでも引っ張られても困るし。すみませんね。今、お茶でも入れるですから。いけ、思う存分暴れやがれ。ネプギア、喧嘩中止。こいつを何とかするわよ。ああ、ものすごく暴れてる。今行きます。な、こら、ちょっと待ちなさいよ。やれやれ、相手してあげますか。でも、やられたいの誰？誰にしようかな。怪我の治療はまた。レッドちゃんのターン。怪我の治療はまたせるです。で、やられ。レベルアップ。し、やっぱ急ごしらえじゃうまくいかねえか。仕方ねえ、今日のところは見逃してやるぜ。さて、無事に結晶は手に入ったわけだけど、少しは頭冷えた？あんたたち。はい、すみませんでした。もう大丈夫みたいですね。それじゃ、早くケンさんのところに。待って、
ユニちゃん？私と戦って、ネブギア。私が勝ったら、決勝は置いていってもらうわ。まだそんなことを。あんたと、一対一で戦いたいの、ネブギア。わかった。いいよ。ティアちゃんまで、何言ってるです？いいね、いいね。一対一の真剣勝負。ありがとう。本気で来なさいよ。手加減なんてしたら本気で怒るからね。言われなくても本気だよ。私はもう絶対負けられないんだから。みんなお願い、私に力を貸す。プロセスタユニット到着。プロセスタユニット到着完了。ミラージュダンスで切り裂きます。そんな、私が。ゲーム業界を守るため、私たちは負けられないんです。レベルはこの調子で、もっともっと強く。負けた。やっぱり今の私じゃまだ。私の勝ちだよ。ふん、わざと負けてあげたのも、譲ってあげるのは今回だけなんだから。あれでよかったですか、ティアちゃん。わかりません。でもユニちゃん、ネプギアは強い。一人でも私より仲間にも囲まれてる。それに比べて、私は、や、無事材料を揃えてくれたようだね。お疲れ様。相変わらずこっちの行動は全部お見通しってわけね。教えてください。だいぶ時間かかっちゃったし、早くしないと。すでにだいぶかかってしまったなら、もう少しくらい遅れても影響はないだろ。さて、それでは先に妖怪墓場での出来事をお伺いしようか。わかりました。そう、ノワールは無事か。よかった。そんなに心配してたんなら、もう少し協力的でもよかったんじゃないの？あなた方が独自に女神救出を進めてるように、こちらにもいろいろと考えがあってね。そのためには持ってきていただいた材料が必要不可欠だったんだよ。さて、次はこちらの番だね。約束通りゲームキャラの情報をお教えしよう。居場所はこの紙に書いてある。ありがとうございます。これでようやく。ただ素直にあなた方の要求が飲んでもらえるとは思わない方がいい。それってどういう意味？行けばわかるさ。ま、うまく交渉が進むことを祈っているよ。柄にもないこと。ここに行くんだね。えい、えい、ぴょんぴょんぴょん、それぴょん。へえ、少しは骨のあるやつが出てきたじゃない。活目してください。
ロセス戦。この調子で私の道は敵なしなのだ。ゲームキャラさん、どこにいらっしゃるんでしょう。情報通りならこの近くのはずよ。今さら嘘の情報を渡すとも思えないし。お前はプラネテューヌの女神、いや女神候補生か。今度のゲームキャラさんは起きてるんですね。それだけプラネテューヌに比べてラステーションのシェアが低下してるってことかもしれないわね。お願いします、私と一緒に来てください。唐突だな。わけもわからないまま同行などできるはずもない。女神たちが妖怪墓場に捕まってるんです。助けるために力を貸してほしいんです。そうか、うすうすと気づいてはいたが、やはり女神はよその地に囚われているのか。ならばなおのこと、お前たちと一緒に行くわけにはいかない。私の使命は、女神の身に何かが起きたとき、代わりにこの地を守護すること。私が一時でもここを離れるということは、その間、この土地を守る者が完全にいなくなることを意味する。それはできない。古の女神と交わした約束でもあるからな。それじゃあ、女神が捕まったままでいいっていうの？私の使命はあくまで女神の代理。女神を助けることではない。そんな。もう一体どこにいるっちゅうの。もう探してないのはこの辺りだけ。はあ、愛しのコンパちゃんともあれから全然会えないっちゅう。恥ずかしくなって逃げ出したのが大失敗。ん？ああ、ついにコンパちゃんの幻覚まで見えてきたっちゅう。いや、幻覚じゃない。あれは本物だ。コンパちゃん！愛しの天使、コンパちゃーん！ちょっと、今大事な話してんのよ。邪魔しないでもらえる？何言ってるっちゅう。この世にコンパちゃんより大事なことなんて。あー！そこにいるのはもしかしてゲームキャラ？ネズミさん、ゲームキャラさんをご存知なんですか？なんという幸運な一日っちゅう。コンパちゃんとゲームキャラが同時に見つかるなんて。やっつけるっちゅ。え？やっつけるって何を言ってるです？ネズミ、あんたまさか。ゲームキャラをやっつければご褒美がもらえるっちゅ。コンパちゃんも特別待遇でマジコングに入れるっちゅよ。このネズミさん、敵の一員だったの？倒したりしたらゲーム業界が。そうっちょ、また一歩マジコンヌのものへと近づくっちょ。女神もいない、女神を信じる者もいないゲーム業界なんてあっという間に我々のものだっちょ。だからコンパちゃんも今のうちに。やめてください。
神さんたちを助けるために旅をしてるです。ネズミさん、あなたは私の敵です。ガーン、敵、そんな敵ってことは嫌いってことっちゅか。大嫌いです。世界をこんなにしたマジコンヌなんて大嫌いです。大嫌い、しかも2回言われた。ネプギア、説得は後回し。先にこいつを何とかするわよ。わあ、いつの間に敵が来てたんですか。あんた集中すると本当周りが見えなくなるのね。ほら、来るわよ。チュー、この私が直々に相手をしてあげるわ。やられたいの誰？さて、頑張る。誰にしようかな。えい！一戦！患者さんはどこですか？怪我の治療は任せられ、誰にしようかな。私の番ね。私の番ですね。負けたっちゅう。負けられないんです。私を信じている人たちのためにも。もっとレベルアップ。レベルアップよ。レベルアップ。破れ、仕事も失敗。今日は最悪の役日中。あれが今のゲーム業界にあだなす敵か。そうよ。ちなみにその敵にあんたの居場所が知られちゃったわけだけど。そのようだな。しばらくは身を隠さねばなるまい。だったら私たちと一緒に来てください。私がゲームキャラさんのこと守りますから。それはできぬと言った。もう頭固いな。今はゲーム業界全体があんな感じなんだよ。自分の住むとこさえ守れればそれでいいの？女神もいない、女神を信じる者もいないゲーム業界なんて、あっという間に我々のものだっちょ。守っているだけでは守れぬものもあるか。女神候補生よ。はい、考え直してくれましたか。やはり私はこの地を離れるわけにはいかぬ。そんな、どうしてもですか。だがこの地を離れずとも力を貸すことはできる。私の力の一部をそなたに託そう。これが私にできる精一杯だ。女神、ゲーム業界をよろしく頼む。ありがとうございます。絶対に両方とも助けてみせます。さて、これでラステーションでの用事もほぼ終わったわけだけど、
女神候補生の協力を得られてないですね。どうするです？女神様が二人も嫁になったら嬉しかったんだけどな。ユニちゃん、まあダメならダメで仕方ないわよ。一応最後に教会に報告しときましょうか。やあ、お疲れ様。驚いたよ。まさかあの頑固者の協力を取り付けるなんてね。一応報告に来てあげてるんだから、先に言うのはやめてくれないかしらね。私たち、次はルウィンに行かないといけないんですけど、その前にもう一度ユニちゃんに会えませんか？ユニなら、あなた方が来た時、慌てて机の下に隠れたけれど。な、こら、なんでバラすのよ。ユニちゃん、よかった、もう一度会えて。うぷぎゅ。ユニちゃん、もう一度だけ聞くけど、私と一緒に来てくれないかな。一緒にお姉ちゃんたちを助けに。ダメ、今は。そっか、今の私じゃついてったところで、だから今はうわぁ、なんで泣いてんのよ。だってせっかくお友達になれたのに喧嘩してばっかりで最後まで仲直りできなくて。別に喧嘩してるから仲間にならないんじゃ。それに今日で最後ってわけでもないでしょ。また会ってくれるの？それは、まあそのうち気が向いたら考えてあげなくもないっていうか。本当？本当に？約束だよユニちゃん。だから気が向いたらって、あ、もうしょうがないわね。あなたは大した人だね。ユニのそんな顔が拝める日が来るなんて思ってもいなかったよ。ニヤニヤしながら見てんじゃないわよ。キアちゃん、あんまり別れを惜しんでる時間もないですよ。そろそろ出発しないと。必要だったとはいえ、長い時間拘束して申し訳なかったね。あなた方のこれからの旅の無事を祈っているよ。だから似合わないっての。もっともルーイの女神候補生、いや候補生たちにはユニ以上に手を焼くかもしれないけどね。候補生たち？